今新宅さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まず受講の動機をお聞かせください。はい、私はですね、企業さんを対象に、研修やあと、従業員の方を声を聞くヒアリングなどの仕事も、コーチングとは別にしてるんですけれども、最近ですね、その医療関係からぜひご一緒にという形でその CS の研修であったりとかお話をいただくんですけれども、何分まだ医療関係の経験がないので、そういう基礎的な知識をぜひ学びたいと思って、今回こちらのヘルス、そしてメンタルのトレーニングを専門的に学びようと思って来ました。はい、はい、受講されていかがでした？そうですね、基本的なコーチングスキルに、プラスしてそのヘルスとかメンタル的なことを学ぼうと思ってきたんですけど、改めて基本的なことを学んでいて、ああなんかこう忘れてたことに気づいたなとか、改めてこう知らない方からいろいろフィードバックを受けて、新鮮な驚きと気づきがあってます。はい、ありがとうございます。